どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画なんですけど、ボブヘアの方向けのヘアアレンジをちょっとやってみました。ちょっとお人形さんでやったんですけど、もうお団子にしてサイドの髪の毛をもうまとめたっていう感じになってるんですけど、まあアイロンも使わずに本当にスタイリング剤とあとゴム2つ、まあヘアアクセもちょっとつけたんですけど、簡単に作ってるアレンジになってますので、まあ下準備がいらないから結構簡単にできる、まあ時短でできるアレンジになってますので、よかったら参考にしてみてください。もちろんこう浴衣とかにもできるかなと思いますので、その辺も合わせて見てみてください。それでは動画をどうぞ。まずブラシでしっかりと溶かしていきます。引っかかりだったりとかがあると綺麗にちょっとまとまってくれないので、最初にそれをしっかりと取り除いておきます。次にバームをつけていきます。毛先のまとまりだったりとか、表面の毛羽立ちですね、それが収まるぐらいまでしっかりとつけます。次に耳後ろの髪の毛を分け取ります。だいたいまあ後頭部ぐらいですねにまとめた髪の毛をゴムで結びます。で、結んだ時に毛先がお団子になるようにまとめておきます。ここのボリューム感が少し欲しいので、コームのテールを入れ込んで広げていきます。この丸みが出れば OK です。次にサイドの遅れ毛を下ろしていきます。まず前髪との横ら辺ですねの髪の毛と、その横を少しずつ下ろしていきます。ちょっとこの隙間が出るぐらいの毛束感で下ろすとベストです。サイドの髪の毛を後ろに持ってきて、このゴムの上の部分に乗せてダッカールで一度仮止めしておきます。反対側の髪の毛も同様に上に持ってきて、でダッカールを外して、この上に持ってきたサイドの髪の毛ですねを下でまとめて、この部分でゴムを留めていきます。お団子のなんか毛先と同じ方向の方がいいかなと思うので、そこに持ってきて結んだら、少し毛先をギュッと引っ張ってしっかりと留めます。で、次にこのお団子の部分を少しだけルーズにしたいので、ゴムの部分を持ちながらコームのテールを使って表面の部分を少しだけ左右だったり上下だったりこう出していきます。ちょっとこう上下に引っ張ったりこう縦に出してあげると少しだけボリュームが出てくるので、ちょっとずつ出してください。あんまり出しすぎなくても可愛いかなと思うんで、少し凹凸が出るぐらいで大丈夫です。最後にお好みでヘアバトンですねをお団子とサイドの部分に刺してつけてあげれば完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。で、ヘアバトンつけたんですけど、まあこの辺はお好みのヘアアクセで大丈夫かなと思います。ボブでもできるアレンジ、よかったら参考にしてみてください。